ゆいなの横に眠らっしぇーのはじめまして、こんにちは。改めましてこんにちは、山本ゆいなです。ここからはスペシャル番組、ゆいなの横に眠らっしぇーのをお送りしていきます。よろしくお願いします。今回は私の冠番組で好きな人を呼んでいいということで、私が大好きな2人にゲストに来てもらいました。かぐやらんさんと杉本百瀬さんです。お二人自己紹介よろしくお願いします。はい、役者やってますかぐやらんと申しますよろしくお願いします。お願いしますはい、同じく杉本百瀬です。今日はすごく楽しみにしてきたのでよろしくお願いしますお願いします。めっちゃね、多分3人ともめちゃくちゃ緊張いつもこんな感じじゃないんですけど、ね、ちょっとおいおいしい、初めて会ったみたいな感じで、はい、今回そうだ、なんかね、この2人はこの2人は同じね、舞台芸術学院っていう専門学校で一緒だった2人です。同期の13期の2人なんだけど、なんかね、いろいろなんかお芝居とかで共演したりとかして、なんか共に切磋琢磨してきた仲間のでございますなんかありますか、なんか好きな授業とかありました？好きな授業、思い出とか、なんか思い出、思い出思い出か、伊達まちゃんかぐやらんちゃんは、はい、なんかすごい私の中ではなんかすごい、なんかリーゼントじゃなくてなんかヤクザっぽい役がすごいやってて、私の中ではすごい印象的なんですけど、あんまりそういう怖いのとかできないです気のせ いやでも、似合うよね、ちょっとかっこいいタイプの、だってバットも振ってたもんねだいたい男役っぽいのばっかでした、でもそれがねすごく男勝りの役が多かったです。でもすごいちゃんと一生懸命、ね、頑張って練習とか、本当真面目、ね、真面目な人なんですよ。なんか百瀬ちゃんもなんか今すごいなんかはっていうか、この可愛らしい見た目なんですけど、もうなんか何でもやる子です結構肝が据わってるというはい、でこんな2人こんな感じの2人なんですけど、今回番組タイトルがゆいなの横に眠らっしぇーのなんですが、この眠らっしぇーのっていうのは石川の方言で、横においでとか、なんか横に座りなよみたいな意味です。百瀬ちゃんもね、実は北陸出身なんですけど、はい、よく使う方言とかありましたか？福井県出身なんですけど、うん、石川の下のね、うんうんうん、で星座のことを福井県民はお貯金するって、うん、お貯金する、そう、お貯金してって言うと、それ星座してって、あ、そういうこと、意味だったり、あと、そうそう、とか、その勉強とかで違う、勉強とかでね、ノート書いて、そのノートがいっぱいになったら、うん、あー、ノート詰まったわって、そう、詰まるって言ったりとか、結構、うん、まあ、そもそもの語尾がね、なんか、あーね、なんとかなんとかやのーみたいな伸びがち、伸びがちっていうのがイメージあります。福井はなんとかやって、そう、なんとかやってとかそう、結構なんかおっとり、おっとりの印象を受けちゃうとか、うんうん、確かにあるかも。なんか伊達まちゃんは、伊達まちゃんはね、東京出身なんですけど、かぐやらんです。間違えた、あだ名で、あだ名でやってたんですよかぐやらんちゃんはかぐやらんちゃんはなんかありますか、好きな方言とかなんかありますか、なんか知ってる方言とか。私1個、はい、あって、彼氏ができたら、なになに、なになに、水筒よって言われたいんですよ水筒よ、うん、水筒よって一回言われてみたい。ちなみに、あ、まだ言われたことはないです。そっちの方面の人がやっぱりね、どこでもいいけど、とりあえず水筒よって言わせた、水筒よって言わせた。これからね、そうなる方はもう言ってあげて、ね、お願いしますね、ちょっと練習してもらってね、ここで言って彼氏募集中めっちゃ面白い、うん、はい、こんな感じなんですけど、リスナーの皆さんからも地元の方言、私たちへの質問を募集しましたので、ここで紹介していきたいと思います。せっかくなのでね、方言で私たちも質問に答えていきましょうということで、ゴリゴリの方言で頑張りたいと思いますはい、ありがとうございます。巻巻さんからいただきました。武芸で一番辛かったこと、武芸で一番楽しかったこと、初めて会った時の3人それぞれの第一印象をよろしくお願いしますっていうことでした。けどどうやった武芸で一番辛かったことってなんかある？ないかな。なんか
ないけど、うん、なんかみんなで本気でやってるからこそなんか、まあ、秋の時期とか ね結構みんなでいろんな意見出し合ったりとかしてそうそうそうなんかぶつかった時は、まあ、辛かったけどそれだけ本気で辛かったけど、まあ、でもそれだけ本気でやっとるってことやってるね、うん、あと楽しかったねってなるよねそうそうそうなんか楽しかったこと楽しかったことある楽しかったことか確かに楽しかったな楽しかったよな楽しかったなんかみんなでなんか休憩時間になんかバカなことしたり、ね、勝手に即興のお芝居始まったりとか、ね、なんかあったよねコンビ芸こんなやったっけみんなでねご飯仲良く食べて ねあれ難しいですいきなり方言を喋らせた難しいじゃあ次行こうかなワンタさんからいただきましたゆいなちゃん初ラジオ MC おめでとうありがとうございますドキドキだと思いますが思いっきり楽しみますありがとうございますゲストのだてまちゃんことかぐやらんちゃんそして杉本桃瀬ちゃん同期ということでゆいなちゃんとの女子会トーク期待してますそして今回のテーマ方言ということでワンタは神戸出身なので関西弁の少しなまった神戸弁です大阪弁のなんとかしとるなんとかしてんねんの代わりに神戸弁はなんとかしとうなんとかしとうねんと語尾が伸びます例えばこんな感じワンタねえねえ何食べとんめっちゃうまいプリ食べとんねんって合ってますかこんな感じらしいかわいいでもなんかね結構なんか私の住んでたとこもなんとかやけどとかなんとかでとか結構語尾は伸びとったかな、うん、そうな私もなゴリゴリなそうなんか福井とかねなんか言われたことあるのはゆいなポッキー食べとんみたいな感じなんか言われたことあるゆいなポッキー食べるあそうこれこれ福井すごい面白いなっていう印象があります結構なんかあんまり途切れないでスラスラスラって言っちゃうかもそう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 えねあるよねなんかそういうの、うん、なんかあとタバトモさんからありがとうございます方言なんですが私の生まれは茨城県なのですがだっぺだっぺなーってゴミで使いますだって基本だっぺのみも会話もありますこれ面白い例えばスーパーのチラシを見て特売品を指さしてだっぺなーだっぺだっぺなそうだっぺこんな感じですすごい特番おめでとうございます楽しんでねありがとうございますこんな感じすごいそれで、ね、すごいゴリゴリですねゴリゴリやんねそ れ, で、うん、それで通じちゃうんだ、ね、それで通じるんやな、ね、すげ え,、ね、えなんか標準語とか逆に喋っとったらさ混ざってきそうなんか確かにこんな地方の人おったら確かにでもお母さんが奈良に結構長い間いたから、うん、あそれはね地味にねあったかもしれないあ確かに確かに、うんそうなんか難しいよね難しい釣られちゃったりとかもしたそうそうでもね地元に戻ると結構もう戻っちゃうよ ね,、うんうん、ねそうだよね、うん、電話とかね、うん、こんな感じかな、うん、そして、はい、ここで私たち3人で選んだ曲をお聴きください映画ザ・グレイテスト・ショーマンでも使われていたキアラ・セトルさんで This is me
お聞きいただいたのはキアラセトルで This is me でした。ここからは3人でゲームをして楽しんでいきたいと思います。まず最初のゲームは山手線ゲーム。私がずっとやりたかった黄色限定で山手線ゲームを3人でやりたいと思います。最初のお題は黄色の食べ物です。いきますよ。はい、はい、それではじゃあこの順番でいきますね。はいはい、よ、お題黄色の食べ物で山手線ゲームスタート。いきます。どうやって始める？黄色と言ったらいいんだね。あ、うん、パンパンじゃいいね。うん、行きよ、せーの。バナナ、卵、ショートケーキ、栗きんとん、たくあん。あ、待って、え、ショートケーキって黄色？だショートケーキがスポンジ、中がそう黄色いでしょ。そういうこと。え、卵が OK なの？そう、それは OK なの？早いよ、もっと。卵が取れたから。ほらほら、審議審議、ショートケーキ。ショートケーキ、ショートケーキ、中が書いてあるんだけど、書いてあるんだけど、どうでした？いや、あの、なんか難しい、難しかった。いや、でもやっぱり卵取られたのが、だってここにヒントたくさんあるじゃん。そうだよ、もっとさ、そうよ、プリンとかね、パプリカとかあるんですけど。はい、もう次に行きます。はい、はい、次のゲームはハーっていうゲームで対決です。ハーっていうゲームは選んだセリフをどのシチュエーションで演じたのかを当てるゲームです。身振り手振りは禁止です。はいはい、声と表情だけで演技して、どの演技をしたかを見ていた人が当てます。演技を見た2人が2人とも正解なら2点、1人が正解なら1点、2人とも外したら0点が演技をした人のポイントになります。演技が少なかった人の負けになります。3人とも役者なので、真剣に勝負するために罰ゲームを用意しています。罰ゲームは全力で好きなキャラになりきってセリフを言ってもらいます。はい、どうですか、自信の方は？自信の方は、いや、もう全然、ね、できます。はい、あるよ、ね、すごい、ね、もう勝てると思います。もうみんな役者なので、ね、頑張って、よっしゃ、行きたいと思います。始めていきます。最初は私がね、演技をします。お題を引きます、まず。はい、ほい。引きました。テーマ、ほう。まず言っていきます。 A、 感心してほう。 B、 おじいちゃんのほう。 C、 ぼーっとしてほう。 D、 安心してほう。 E、 納得してほう。 F、 相手をバカにしてほう。なかなかやる。 G、 なかなかやるなのほう。H、 フクロウの方。ということでお題がありますので、ではアクトカードを引いていきたいと思います。はい、じゃあ私。はい、はい、出た、出ました。はい、ということで私が次に演技をするので、予想してください。はい、いきます。ほう。はい、二人にせーので答えてもらいます。ちょっと、あ、うまくできなかった。待って、行きます。行けそうですか？行けますね。はい、わかった。はい、了解です。せーの、 G。 はい、正解は、正解は F の相手をバカにして方でしたが、はい、はい、なので0点です。はい、していきます。ちょっとテンションが上がっちゃった方。はい、じゃ次も、次も百瀬ちゃんでいいかな。お願いします。はい、はい、はい、お題を読み上げてもらって。はい、長い。テーマ、おはよう。A、 爽やかにおはよう。 B、 眠たいけどおはよう。 C、 セクシーにおはよう。 D、 元気よくおはよう。 E、 元気なくおはよう。 F、 好きな人におはよう。 G、 歯磨きをしながらおはよう。 H が、社長がおはよう。はい、はい、アクトカードどうぞ。お願いします。見えないように、見ちゃいけないよ。ほい、はい、来い来い来い。おはよう。何それ。はい、はいはい、いや、これはもう言ったけでしょ。はいはいはい、いきます。せーの、 G。 正解は G の、おはよう。イエーイ、これは分かるな。やばいやばい。よし、待って、落としちゃった。次行くぞ、次行くぞ。頑張って、取れる、頑張って、取れる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 
ちゃった。はいはいはい、ごめん。はい、大丈夫。はいはいはい、ごめん。はいはいはい、ごめん。いってはい。皆さんも予想してみてくださいね。テーマ、ガオー。はい、A 大怪獣のガオー、 B 子供怪獣のガオー、はい、C やられた怪獣のガオー、はい、D 甘えた怪獣のガオー、はい、E 優しい怪獣のガオー、はい、F 悲しい怪獣のガオー、はい、G ライオンのリアルなガオー、はい、H セクシーにガオー。聞きたいな、すごいな。はい、じゃあアクトカードいきます。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、いきます。ガオー。え変な声出ちゃった。あ、いきます。はい、OK です。はい、いきますよ。せーの、 D。 あって、 D。 D です。これはこれは取り返さなきゃ。はい、じゃあ2周目、2周目いきます。2周目ささっといきます。いきます、いきます。取り返すんだからね、私。取り返すんだからね。はい、いきます。はい、テーマ、ねえ。 A 同意してね、 B 明るく話しかけてね、噂話を始めてね、 D 色っぽくね、 E 優しくね、 F 呆れてね、 G 怒ってね、 H せかしてね、です。ってことでアクトカードを引いていきたいと思います。難しいな。はい、やります。はい、ねえ。はい、いけそう、いけそう、オッケー。わかるよね、わかるよね。え、これわかるよね。あ、はいはい、いきますよ。せーの、 G。 なんて言った？ G。 ねえ、待って、正解は怒ってね。ほら、失礼しました。一点です。やばいやばいやばい。あれあれ、おかしい。あれあれ、これも、あれこれも、これあれこれこれこれ、まだ時間あるから、ここ、はい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 。入れちゃった。はい。難しい。あ、テーマ、そっか。A ひらめいて、そっか。 B、はい、納得して、そっか、はい、C 納得してないけど、そっか、はい、D 適当に、そっか、はい、E 優しく、そっか、はい、F 上から目線で、そっか、はい、G 激しく悔やんで、そっか、はい、H 自分に言い聞かせて、そっか。はい、行こう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 行っちゃう行っちゃう。はい、そっか。オッケーオッケー。オッケーオッケー。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。はい、行きます。はい、いきますよ、うん、せーの、 C、 B。 あれ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 、あれ、あ、じゃあ次行こう。次行こう、次行こう、次行こう。なかったと思う。次行こう。はい、テーマ、はい、あー。はい、A 驚いて、あー。 B、はい、困って、あー。C 歌の歌い出しの、あ、うん、D 発音練習の、あ、うん、E やけくそで、あ、 F 突撃の雄たけびで、あ、うん、G 絶望して、あ、H 何かを思い出して、あ、うん、はい、アクトカードどうぞ。はい、じゃあどうしよう、はい、じゃあこれで、はい、じゃあパパからいきましょう。ほう、はい、はいはい、どうぞ、いきます。あ、はい、なんだなんだ、よし、行くぞ、行きます。はい、せーの、 G。 G で、すごい。ってことで、伊達まちゃんが4点で、伊達まちゃんが、ランちゃんが4点で、百瀬ちゃんが2点で、私が1点ということで、じゃあ慎んで、はい、あのモノマネをさせて、はい、いただきます。いきます、頑張ります。なんだなんだ。はい、それでは美少女戦士セーラームーン月のうさぎちゃんのモノマネをします。うん、月に変わってお仕置きよ。はい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 。ありがとうございました。以上、はーっていうゲームの対決でした。うん、もう楽しかった。
面白かった。初めてやったこのゲーム。でもすっごい楽しかった。初めてやったけど、すっごいもう楽しい時間になりました。本当にありがとうございます。はい、こちらこそ。ちょっと汗しながら。なんか他の人とも一緒にやれたらいい ね。やりたい。思ったり。うん、よし、じゃああっという間にもう少しでね終わりが近づいているんですけれども。エンディングの時間になってしまいました。いや、ランちゃんと百瀬ちゃんの今後の予定などを聞いていこうかなと思います。はい、はい、私かぐやランの今後の予定は今のところないです。オーディションとか受けて頑張って撮っていくので、うん、SNS、インスタグラムとツイッターやってるので、そちらの方で出演が決まりましたら載っけていきますので、よろしくお願いします。うん、はい、はい、私もそうですね、今後舞台とか中心に頑張っていこうかなって思っているので、うん、SNS、ツイッター、インスタグラムやってるので、ぜひそこをフォローしていただいたり見ていただけたらとっても嬉しいです。本当に今日は楽しかった。よかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。うん、ってことで2人とも今日は来てくれて本当にありがとうございました。ゲストはかぐやらんさんと杉本百瀬さんでした。私の冠番組ゆいなの横に眠らっしゃいのもうすっごい緊張したんですけど、お聞きいただいて本当にありがとうございました。私もね本当に初めてこうやってなんかこの MC っていう場所に座らせていただいて、なんかいつかしかもなんか同期と一緒にお仕事ができたらいいなって思っていて、声をね、同期にかけたところこの2人が希望して今日来てくれたんですけど、本当になんか有意義な時間だったなって思います。ちょっと私が振り回してた部分あると思うんですけど本当に来てくれてよかったなって思いました。これもね本当に皆様のおかげなので、もうこれからね本当にまた3人で活動頑張っていくので、うん、ぜひ応援してもらえたらなって思います。うん、ありがとうございます、ね、楽しかった本当に、うん、なんか夢みたい今まだまだちょっと信じられないっていうか、なんか今日も終わった後いろいろ考えるんだろうなって思ってます、うんうん、方言とか思ったよりねもっと喋れるかと思ったけど、確かに全然喋れなかったし、ね、標準だった、標準だったよね。分かったもんだって。なんかそう本当はねお家帰ったらねうどんとか言うんですよ。うどんとか、うどんとか、猫るとか、なんかすごい猫るって言わん、猫る寝るってこと、ね、猫じゃなくて猫おるみたいなさ言ったりとか、ね、あ、そういうこと、あ、そうそうそう、そういうのがねあったりするんですけど、うん、なんかもっとねせっかく東京に来たけどね私たち上京してきてるので、うん、もっとね方言をたくさん使って生きていこうかなって思います思います。もうこれからもね一緒に活動頑張っていこうね、うん、はい、ってことで名残惜しいんですけどこれでこの辺で終わりたいと思います。またいつかお会いしましょう、うん、山本ゆいなでした。